ドレンシュタインフルトは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州、ミュンスターラントに属すバーレンドルフ郡の市である。本市は、ミュンスターの南に位置している。本市には、ドレンシュタインフルト地区、リンケローデ地区、バルシュテッテ地区が含まれる。ドレンシュタインフルトは、ベルゼ川沿いに位置している。ドレンシュタインフルトは、主に牛の飼育に利用されている県や役立に囲まれている。 やぶや小さな森が野原に点在しており、多くの野生動物の残存生息地となっている。よく整備された自転車道網や多くの農道や生活道路が典型的なミュンスターラントの公園風の景観を作り出している。ダーベルト及びホーエバーと森林地域の一部がリンケローデ地区を囲んでいる。ダーベルトは比較的新しい森である。19世紀初頭の両方分割後、 湿地の大部分が干拓され、植林された。現在では、多くやブナの林と農業用地が入り混じり、比較的まばらに住宅地が点在している。方へばあとは、砂地の土地で一部に、欧州赤松が植林されている。しかし、やや重い土壌の湿った周辺部には、紅葉樹も生育している。方へばあとは、保養地であるとともに、 ミュンスター市の飲料水採取地としても利用されている。本市は北東から時計回りに以下の市町村と境を接している。ゼンデンホルスト、アーレン、ハム、アシセベルク、ミュンスター。本市は以下の地区で構成されている。公式な地区は上記の三地区であるが、日常的に以下の地区も区別される。ドレンシュタインフルトは二つの言葉を起源とする。 一つはこの地域のガウであるドライングを、もう一つは中世にベルゼ川を渡る唯一の渡し場で石の多い浅瀬が存在したことである。ベルゼ川を渡るバルブラートと聖アレクサンダーの記念碑ドレンシュタインフルトは851年にアレクサンダーの戦後と関連して初めて文献に記録されている。これはビドキントの孫バルブラートが殉教者。 アレクサンダーの遺骨をローマからビルデスハウゼンに移したことである。この途上従者がステンボードインデギオネドレニーに泊まった。当時、ドレンシュタインフルトはベルゼ川の石の多い浅瀬を利用した土生地沿いの農地に過ぎなかった。この交通地理上の利点から、この集落は急速に周辺農場の中心地として重要な場所に発展していった。集落は、 おそらく7世紀にはすでに成立していたと考えられる。この集落は時代とともにますます成長を続け、やがて教会区が設けられた。最初の教会は1170年頃に建設された。これにより緩やかな様子の集落から小さな村落となっていった。1300年頃から石造りの堅牢な建物が建設され始め、都市化の最初の兆しが現れた。 教会以外の最初のこうした建物が土地漁師の館シュタインフルト館であった。15世紀になると廃村を取り込みながらドレンシュタインフルトはますます成長していった。周辺の農民や集落の住民たちが村の近くに定住した。これは一面では人口密度を高めたが敵対者にとっては多くの農場が集まっていることを意味しており。 危険にさらされた状態に置かれていた。こうしたことから、四つの門を持つ市の防衛施設が建設された。そのおよその場所は、現在石壁で、再び識別できるようになされている。市門は1437年と1468年に建設された。16世紀の終わり頃、防衛施設はさらに強化された。16世紀から17世紀の戦乱状態にも、 かかわらず、本市は大きな災難を免れた。この時代には都市建築の大きな拡大が見られた。シュタインフルト家の領主館に刺激され多くの邸宅が建設された。本市の建造文化財や見どころの多くがこの時代に建設された。この町の経済に対する重要なインパクトとなったのが1846年に始まったミュンスターからハムに至る鉄道の建設である。 34.7km の区間は2年足らずで完成した。唯一の中間駅としてドレンシュタインフルトに駅が設けられた。これは当初は家畜の輸送に利用されたが、ストロンチアン石市採掘の時代にはこの鉱石の搬送の中心的機能を担った。このため、ストロンチアン石市は馬車でアッシセベルクやヘルベルンからドレンシュタインフルト駅に運ばれ、搬送されていった。 19世紀後半から20世紀の初めまで、ドレンシュタインフルトは、ストロンチアン石の採掘で、経済的豊かさを享受した。1877年、1878年、リート農場に、最初の縦工ベルタ工とマリア工が設けられた。周辺の農場には、その後、縦工が建設されていった。しかし、この経済的成功は、長続きしなかった。 1930年に最後の創業が終了した。ビラシュミットなどの建物が、この採掘がもたらした富を今日に示している。現在、フィーフェルト工業地区のシュトロツヤニート通りや、アデナワー住宅地のシュトロツヤニート学習路が、この時代のドレンシュタインフルトの都市の発展を物語っている。第二次世界大戦中、またはその直後に、 200人以上の男性と2人の女性が、牢獄内で死亡、または行方不明になっている。さらに戦闘機による攻撃の犠牲者や国家社会主義者によるユダヤ人犠牲者もいた。1940年から1945年までの間に、ドレンシュタインフルトでは何度も戦闘機による攻撃や空爆が繰り返された。 死者64人と負傷者200人が出た最も激しい空爆は1944年3月23日の11時頃に行われた。この空爆では496発の炸裂弾が市内やこれに隣接するペラーガルテンに投下された。内市街の多くの建物が完全に破壊され、あるいは大きな損傷を受けた。ドレンシュタインフルトは中世から それまで存続していた建物をこの空爆沖に完全に回収し、新築した。ドレンシュタインフルトに対する最後の爆撃は1945年3月26日から27日の夜であった。この爆撃がベストバルのリークマン艦に命中し、9人の住人が死亡した。1945年3月31日にアメリカ軍部隊が入場し、 ドレンシュタインフルトにおける第二次世界大戦は終結した。デトモルトの軍事学校の生徒80人がこの町を守ろうとしたが失敗した。1933年から1945年までドレンシュタインフルトのユダヤ系住民は徐々に排除され迫害されていった。1938年、この町には27人または28人のユダヤ人が住んでいた。 排斥運動で、数人のユダヤ人がひどい暴力を受け、ユダヤ人墓地が冒涜され、シナゴーグが荒らされた。ジーモン家、ジークフリート家、フーベルト・テルホッホと、弟のアレックスは1938年末に、ハンガリーに亡命した。ドレンシュタインフルトには10人のユダヤ人が残っていた。彼らは1941年12月に、ミュンスターへ向かう最後の移送者によって、 ニュースターに移送され、そこで、利害機の列車で、強制収容所に運ばれた。ヘルタ、ザロモン以外の全員がそこで殺害された。ヘルタ・ザロモンは1949年に、イスラエルに移住した。プロトン加速機1967年、ドレンシュタインフルト氏は、ドイツ連邦共和国が加盟する、欧州原子核研究機構の素粒子加速機のドイツ。 唯一の建設候補地となった。セルンは1963年に加盟国のうちのいずれかにこの研究施設を建設することを決定した。各加盟国は候補地を推薦した。他のドイツの候補地であったミュンヘン近郊のエーバーソベルクの森、ザールラントのザール類は連邦教育、研究省の専門委員会で除外され、 ドレンシュタインフルトが先行レースの唯一の候補地として残された。1966年にはメルシュ地区で地質学的性質を調査するための試験的ボーリングが実施された。その結果、ドレンシュタインフルトはこの施設に理想的な地質であることが分かった。セルンが設定したその他の条件も満たしていた。建設費用は15億から20億ドイツマルクと見積もられた。 1969年には建設工事が始められる予定であったが、イギリスが資金提供から手を引いたため、決定が遅れた。フランスも割り当てられた資金調達を横断しなかった。1969年の夏になって決定が下され、素粒子加速機は建設されないことになった。1989年にセルンの素粒子加速機レップが、 セルン本部があるジュネーブに建設された。もしこの施設がドレンシュタインフルトに建設されていたら、街の発展に多大な影響を与えたであろう。この施設のために1万5000人収容の研究者や職員用の家屋が必要となる。人口は短期間に何倍にもなる。さらには、ミュンスターラントやノルトベストファーレン州北部全体にも、その影響は及んだであろう。 大空港1970年にミュンスターラント南部はデュッセルドルフ空港、ケルン、ボン空港に次ぐノルトラインベストファーレン州第3の空港建設地に選ばれた。それは既存の空港がキャパシティの限界に達したこととミュンスターラント、ニーガーザクセン南部及びベストファーレンリッペが航空交通網に十分に結ばれていなかったためであった。 ドレンシュタインフルト、ゼンデンホルスとアルバースローの間に広さ2000ヘクタールの空港が建設される予定となった。建設費用は2億5000万ドイツマルクと見積もられたが、最終段階では11億ドイツマルクとなった。1990年には追加の滑走路を建設する第2期工事が行われる予定であった。しかし、1973年、 このプロジェクトもノルトライン・ベスト・ファーレン州の財政上の理由で撤廃された。ただし、プロジェクト中止の最大の理由は、イギリス陸軍ライン軍団の拒絶であった。冷戦時代、ミュンスターラントには、数多くの低空飛行艦小地帯が設けられていたのである。自動車レースコースプロトン加速機、大空港に次いで、第三のプロジェクトが発足した。 自動車レースコースのミュンスターラントリングは、立地条件を背景に、ドレンシュタインフルト市内に作られることになった。特にこのために、ミュンステラナー自動車クラブによって設立された、ミュンスターラントリング GMBH に、プロジェクトの計画立案が移植された。自動車、オートバイのレーシングコースの他に、競馬用のコースも設けられた。しかしこの野心的なプロジェクトも、資金不足のために、 実現前に頓挫した。発電所1970年代半ばからドレンシュタインフルト市内に一般発電所または原子力発電所のための建設予定地が計画された。議会は1977年に住民を危険にさらす余地がないのであればこの計画に賛成すると発表した。この計画の具体的な推移は明らかにされていない。二千十一年に ドイツの脱原子力が決議されて以降、この計画遂行は無効化された。1969年7月1日、キルヒシュピール・ドレンシュタインフルトとバルシュテッテが本市に編入された。1975年1月1日にリンケローデがこれに続いた。計画されていた空港が建設された場合には、ドレンシュタインフルト、アルバースロー、リンケローデ、 前年ホルストが合併して大きな都市、ドレンシュタインフルトが形成されることになっていた。ドレンシュタインフルト市長者無所属でスピードと緑の党の推薦を受けたカルステン、グラブンダーは2014年5月の市長選挙で当時現職のパウルベルラーゲに勝利した。ドレンシュタインフルトの市議会は32議席で構成されている。本市は 住民一人当たり341ユーロの負債を追っている。図柄、青字。紋章基部に波打つ三列の銀の石畳。その上を左向きに歩く銀の鹿。その口には三枚の葉がついた銀の枝を加えている。ドレンシュタインフルト駅南北方向には、ドレンシュタインフルト駅、リンケローデ駅、メルシュ駅を有する鉄道ミュンスターハムセインと、 これとほぼ平行に走る連邦道 B54 号線が地域を貫く近郊交通路となっている。市内のバス停も合わせてドレンシュタインフルトはミュンスターラント交通共同体に加盟している。ドレンシュタインフルト駅にはレギオナルエクスプレス RE7 やレギオナルバーン RB69、89の列車が発着する。東西方向には 連邦道 B58 号線が市内を貫いている。1988年にバイパス道路が完成したため、この道路は市の中心部を通らず、市街の東に接する地点で迂回する。これにより内市街はかなり静かになった。ドレンシュタインフルトから連邦道 B63 号線が始まる。この道路はハム及びベルールを経由してビッケデに至る。 B58 号線を使って10分足らずで、アウトバーン A1 号線のアッシェベルクインターチェンジに到着する。A43 号線へは、ミュンスター・メガミジャンクションが利用できる。A2 号線は、カーメンジャンクション、または、ベックムインターチェンジを利用する。ビスピング間ベルゼ自転車道と百条ルートの2つの、ミュンスター・ラント自転車ルートがドレンシュタインフルトを通っている。 ドレンシュタインフルト市内には4つの水木がある。ビスピング館、ボルク館、シュタインフルト館、フェンネ館である。最大の工業系雇用主が、ウムフォルムテクニークメルテンシュトルク GMBH である。この会社は1904年にメルテンシュトルク放浪工場として設立された。この他の大きな雇用主が、 1978年創業のドレンシュタインフルト輸送、運送 GMBH&COKG である。この会社は長距離輸送に特化した車両でタンク輸送を行っている。ランシエーケーブル GMBH は2008年1月末からドレンシュタインフルトにある。この会社は電力線製造機械を生産している。市の南部、広さ24.6ヘクタールの フィーフェルト産業地域では39社、合わせて約550人が働いている。スポーツ施設1987年に完成したドレーンガウハレ、エルルバーとエルルフェルトの運動場がスポーツ全般に使用されるドレンシュタインフルトの3大スポーツ施設である。カルフォンガーレンシューレやクリスト系に非州レの体育館もある。スポーツ全般、 DJK オリンピアドレンシュタインフルトフォン1995は会員数約1500人のこの町最大のスポーツクラブである。重点はバドミントン、バレーボール、機械体操、都市体操、ダンス、エアロビックス、ハンドボールを含む一般的スポーツである。また、リュッケン修レ、石中体操、ベベーグングス修レ、シニアフィットネスなど健康スポーツにも力を入れている。 馬術競技、ドレンシュタインフルトキワクラブは1924年に創設された。ババはメルシュの豊富なトラートにある。ハンドボール DJK ドレンシュタインフルトのハンドボール選手はトゥース・アッシェベルクと共に HSG ・ HS アッシェベルク、ドレンシュタインフルトという名称でハンドボールの合同チームを作っている。2005年、2006年シーズンに優勝して、 ランデスリーガに昇格し、クラブ史上最大の成果を残した。サッカーサッカーでは、SV ドレンシュタインフルトが、別力スリーガに参加している。このクラブは、BV ドレンシュタインフルト1910と SV ベルゼクラブ1970とが1989年に合併して成立した。また、リンクローデ地区には SV リンケローデ本1912がある。 男子第一チームは別イルクスリーがでプレーしている。テニステニスイコールクラブドレンシュタインフルトフォーム1972はエルルフェルトの大きなスポーツ施設の隣に2面の屋内テニスコートと8面の屋外コートを有している。実写ハフロインでドレンシュタインフルト EV は2004年11月26日にドレンシュタインフルトで創設された。 このクラブはチェス競技の普及と進行を目的としている。特に若者がチェス競技で勝利することに力を注いでいる。このクラブからは3つのチームがミュンスターラント連盟のチェス大会に参加している。第一チームは2011年、2012年シーズンに初めて別力スリーがで戦った。釣り、ドレンシュタインフルトには ドイツ釣り協会が組織した釣りクラブが2団体あり、特に若年層の活動に傾注している。ドレンシュタインフルトのベルゼタール釣りクラブ 80EV とリンケローでの ASC リンケローで EV がそれである。旧宿駅本誌は田園風のキャラクターを一部残している。町の中心に位置する古典主義様式の教区協会聖レギーナ協会の他に ヨハン・マティアス・フォンレック・男爵シャクが3、式建造物として造営した、ベルゼ川沿いのシュタインフルト館、リンケローデ地区に立つボルク館及び、ビスピング館、市の中心部にあり1647年建造の、宿液に入居している、市庁舎及び市庁執務室がある。メルシ地区のフェンネ館も見応えがある。さらに、1872年建造のドレンシュタインフルトの旧シナゴーグは、 ベスト・ファー・レン地方では数少ないオリジナルに忠実に保存されているユダヤ教師なゴ具の一つである。ビラ・シュミット・フランツ・アントン・フォン・ランツベルク男爵にちなんで命名されたランツベルク広場沿い視聴者やストロンチアン一採屈時代のビラ・シュミットの近くに1938年に建立されたドレンシュタインフルト市の戦争記念碑がある。保護文化財に指定されている。 ロレーと礼拝堂も見応えがある。第二次世界大戦中の破壊や、1968年以後行われた、市中心部の再開発にもかかわらず、いくつかの古い住居が残されている。ありがとうございます。